36、35、34。最悪放送できればいいよね。そうね。なんかあったら30秒前スタッフの人が来てくれる。27、26、okay. 25、24、23、22、21、なんか入ってるよね、19、18、17、16、15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、はい。どうしたの？下げる？あ、もうちょっと。はい、始まりました、えっちゃんハウスインニラーイ、パチパチ。はい、今日は、ですね、はい、次男息子が5歳の誕生日なマルコと、はい、初めてニラーに来ました、はい、ハルピョンの2人でお送りします。はい、はい、まだね、不慣れな私たちなんですが、はい、はい、あ、いえ、本番です。まだです、バーンだ、間違えました。赤くなってからです。そっか、あ、そっか、じゃあ、あの時計は間違ってる。ありがとうございます。合ってるですね。はい、まだ59分。普通にやっちゃった、はい、ここはもう次のファイルの音源の残り。普通にやっちゃった。なるほど。残り5秒なんですね。オッケー、あ、これですね。この後の方がまた良かったので、はい、それからです。そっか、私何見て思ったんだろう。もういいですか。はい、はい、はーい、始まりました、えっちゃんハウスインニラー。2回目、はい、はい、はい、さっきね、あの、始まる前に、はい、もう始まったと思って、はい、オープニングコールを1回やっちゃいましたね。はい、はい、2度目練習になりましたね。はい、はい、じゃあ今日は、次男が、5歳の誕生日のマルコと、はい、初めてニラーに来ました、ハルピョンの2人でお送りします。はい、ね、ドキドキしますね、はい、私も慌ててこのヘッドホンをつけるという。でも今日は、あの、いつもね、無人の放送なんですけれども、すごい偶然にもスタッフの方がよかったです、来てくださったので、ありがたいです。はい、頑張りましょう。はい、やっていきましょう。よろしくお願いします。ね、笑ったね、最初から。はい、ね、どうでしょう。そうですね、はい、はい、うん、初めてのね、ニラーの音響どうなんですか。はい、難しい、なんか、ね、うん、大丈夫ですね、うん、あの、今までやったことあるような感じなので、あ、本当、はい、すごいね、なんとかできそうです。他の曲でもね、音響よくやってくれてるハルピョンですからね、すごく頼りになります。はい、はい、よろしくお願いします、ね、はい、そうそう、で、私の息子、うんうん、こうちゃんが、はい、今日誕生日なんですよ、5歳で。おめでとうございます。ありがとうございます。で、明日は誰の誕生日、はい、なんと、はい、私の誕生日。、ね、思い出しました。はい、忘れてました。例えばね、まるこちゃんの、ね、はい、あの、次男くんと、はい、ね、誕生日1日違いだったなってね、まるこちゃんと話しててね、はい、ったっていう感じでね、はい、はい、思い出したんですけど、うんうん、まるこちゃん、今日はなんかあれですか、お祝いするんですか。そうですね、いつもね、あの、ケーキを外で買ってきて、お家で、うん、ね、晩ご飯作って、うん、お家でお祝いしてるんですけど、うん、ちょっと今回はお外にお店に行ってみようと思いまして、はいはい、プリモキッチンっていう三里店なんですけど、はい、よくいい、ね、行くところが、そっちに行ってみようかなと思って、うん、昨日予約をしました、うん、はい、いいですね、はい、なんか、あの、あれですよね、エッチハウスの、うん、あの、ね、メンバーさんでもあるね、みーこさんの、ね、みーこさんご夫妻が経営しているプリモキッチンなので、私たちもよくね、はい、利用させてもらってるんですけれども、そうそう、で、はい、お誕生日を迎える方に特典があってですね、うん、このプリモキッチン、うん、はい、前日までにお誕生日のお祝いですって言って予約をしたら、はい、なんか
なんかパスペシャルな感じの、はい、バースデーパフェって言うんですかね、はい、パフェがサービスがあるって聞いて、はい、それを知ってから、うん、絶対家族のね誰かの誕生日の時に行ってみようと思って、いいやっと今日早速行くんですね。今日はい、今日行くんです。そうプリモといえば私も、ね、先週ね、はい、娘と行ってきて、うん、ドリームね、先月のドリームランドで、はい、ね、みーこさんが、はい、500円券お食事券を、はい、抽選会があったんですけど、それに出してもらって、うん、でたまたま遊びに来た娘がそれを当ててですね、うんうん、500円すごいラッキー、うん、食べてきました。美味しかったですね。美味しいですよね、うん、もうね平日の昼間なのにいっぱい賑わってましたよ。もう満席ぐらいのいっぱい、うん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 、私は石川店に行ったんですけどね。ね、そうなんですね。いろんな店舗があるんですけど、うん、今エミさん、はい、メンバーのね、メンバーのエミさんが空間コーディネートでしたっけ、うん、空間アドバイザー、うん、空間コーディネート、空間アドバイスかな、うんうんうん、本当にね100均のものとか手軽にね、うん、手に入るもの で手作り、はい、手作り感満載なんですけども、うんうん、手作りなんだけどセンスも良くておしゃれな、そうそう、雑貨とかね飾り付けとかをね、そう、このみーこさんのプリモの、うん、はい、龍大前店っていうんですかね、龍大東口店だったかな、うん、うん、はいはい、そうかな、ララプリモですね、そうですね、はい、可愛くね、そう、飾り付け中で、そう、エミさんが依頼されて、うん、お仕事としてね、はい、やってるんですけど、はい、写真でね、アップされているのを見ると、うん、本当に可愛くて、うん、すごい可愛い、おしゃれな、はい、ね、女の子らしいっていうかね、うんうんうん、女の人がワクワクするようなね、そうなんですよね、飾り付けになっていますね、はい、はい、ぜひね、うん、見てみてね、ね、見てみたら、ね、はい、TIDA ブログのえっちゃんハウスっていうね、はい、ブログとかでこういう活動とかの紹介も写真とかも載ってますので、はい、よかったら見てみてください。うん、いいですね、うん、もね、はい、そうですね、はい、ハルピョン先週はなんか娘さんもね、はい、韓国に留学中の娘さんもしばらく帰ってきてて、もう明後日ぐらいにはまた帰るんですけどね、明後日か、うん、はい、マルコちゃんとね、先週の金曜日もね、はい、ラジオ一緒に他のねラジオ局でやったんですよね、はいはい、ね、その後ちょっと映画見に行きたいなと思って、うん、娘と映画見てきたんですね、はいはい、何の映画、前に見たって面白いって言ってたので、うん、ね、サバイバルファミリーだったかな、うん、サバイバルゲームだったかな、そんな感じのサバイバルファミリーだった感じがする、うん、うん、すっごい面白くて、うん、なんかね、まあ、あんまり内容言っちゃうとネタバレになっちゃうので言わないんですけど、はい、本当に今ある当たり前のことが当たり前じゃなくて、うんうん、もういろんなものの、ね、うん、積み重ねで今自分がここに入れてるっていうね、うん、なんかすごいいるだけでありがたいっていうことを感じられる、はい、当たり前にあるものがなくなった時に、はい、あ、うん、これって当たり前じゃなかったんだって気づくみたいな感じで、うん、すごくね、あ、今普通にこうね入れてることがありがたいなっていうね、はい、すごい感謝の気持ちが湧いてくるような感じの映画だったり、ね、はい、というところもあったりとかね、はい、あとねすごいね結構困難な状況に陥るんですけど、うん、そういう時にね、うん、人って火事場のバカ力が出るというか、はい、はい、もうそうですね、今までね、そういう知恵とかも絞ったことない家族たちが、うんうんうん、もうめっちゃ知恵を絞って、はいはい、やっているっていう感じでね、はい、本当に面白かったです。人っていざという時って、はい、こう力がね自分の思いもよらない力が出てくるんだなっていうのがすごく感じられる映画で面白かったです。サバイバルファミリーね、そう、知恵袋にもつながってできないことはない、なんか方法を変えれば目の前に来たことは何でもできるよっていうのをね、うんうんうん、もう見せてくれるような、ね、場面があったりとかして ねそういうなんかちょっと極限状態みたいになることってね、うん、大変だと思うけど、うん、でも本当に知恵絞って家族協力し合って、ね、気づくことがたくさんあるからすっごくね、うん、宝物になるかもしれないですね、うん、こういう経験がね、絆もね、家族の絆も確認できたりとかね、はい、本当にね面白いし深いし、はい、ぜひ皆さんに見に行っていただきたいなっていう映画でした ねそうですね、はい、結構、うん、まあ、娘さんとかと行ったらいいかも、なんかそうだね、うんうんうん、と思いました、はい、うん、なんかね、はい、
1年前の今日なんですね、はいはい、こうちゃんの誕生日でもあったんですけど、うんうん、今日と同じで、うんうん、でも、うん、その時とってもなんか大変なことがあってから、うん、家族がちょっと体調が悪くなって、はい、急に入院したりとかしたんですよね、はい、その時ね、うん、とってもあの時のことを思い出したら、うん、本当に、うん、みんな家族がね普通に元気に学校に行って、うん、仕事にも行ってくれて、うん、あそれだけでありがたいなっていうのを、ね今ハルピョンの話を聞いて思いました、うん、本当にそう思ってね、はい、うんうん、本当に当たり前の今が本当にね、うんうん、すごいいろんなものの積み重ねであるなっていうことがね、はい、そうですね、感じられてとても面白かったです、はい、おすすめです、うん、はい、そうですね、うん、はい、それではですね、はい、ちょっと話題を変えまして、はい、はい、ドリームランドの紹介をしようかなと思っています、はい、来週ですね、いよいよ。そうなんですよ、うん、そうそう、ドリームランドちょっとご紹介しますね、はい、場所は一居串川人文館、はい、で2月28日火曜日、はい、11時から16時に開催されます、はい、はい、内容は、いろんな出展者さんが出展してくれます、はい、ハンドメイド、雑貨、フリマ、はい、それからフードですね、うん、飲食、うん、あとはビューティー系、うん、セッション系、マッサージ系もあります、はい、楽しみです、はい、はい、お楽しみ抽選会もあり、うん、託児、授乳室もご用意しています、はい、はい、ですね、そして、うん、なんかね、うん、今までと違うポイントがあるんですよね、うんうん、そうですよね、今回のブランドは、はい、なんかどんな感じでしたっけ、空間がね、さっきもお話ししたんですけど、うん、はい、空間コーディネーターのね、うん、エミさんとかと、はい、みんなでちょっとね、うんうん、いつもと違った可愛い空間を作ろうっていうことで ね、そうそう、うん、ちょっとねこの夢のようなディズニー映画にいるような感じなんですかね、うんうん、どんなのかななんちゃってですけどね、はい、でもちょっとね、うん、ワクワク楽しめるね、そうですね、空間をね作って、うんうん、皆さんにも楽しんでもらいたいなと思います。そうですね、はい、で、ドレスコードもあるんですかね、うんうん、まあ、これはね、はい、で協力できる方だけでもいいと思いますが、はい、できればピンクのものを身につけてきてくれると、はい、みんなね、うん、スタッフもみんなピンクをで、ね、ドレスコードっていうかね、はい、これでちょっとポイントにして、いい、ね、はい、うん、やってますの で、 ね、いいので、ね、うん、ピンクを、はい、つけてきてくれると嬉しいです。楽しみです。はい。で、この今回の2月28日で、うん、ドリームランド第24回目になります。すごい。すごいですよね。歴史がありますね。はい。始まったのはいつでしたっけ？始まったのはですね、うん、2013年の5月ですね。おお。何年前？何年前？今2017なので 4年前ぐらいだね、はい、そうですね、約4年前、約4年前、はい、すごい、はい、あの時はね、はい、えっちゃんハウスはね、ドリームハウスって言ってね、はい、久保さん、えっちゃんさんの自宅で、うん、ね、講座とかいっぱい開催していた時期だったんですけれども、はい、うん、その時に、ドリームガーデンっていう、はい、イベントを、そうそうそう、名前がね、そんなでしたね、うんうんうん、コザミュージックタウンでやったんですよね、そうですね、うん、あっちの広場を、はい、なんでやろうと思ったかというと、そうだ、あちらでね、ラジオを、オキラジオをやっていたんですね、ね、えちゃんさんが代表のね、はい、で、なんかの前の広場、はい、なんかいつも人がね、いないけど、うん、平日の昼間ね、はい、もったいないなっていうね、にぎわえる何かをやってみたいな、もったいないなっていうところから、うん、あと朝、ある朝起きてみたら、はい、ハンドメイドが窓口ってなんか急にピンって直感が降りてきたっていうことで、うんうんうん、はい、そこからハ、ね、ンドメイドさんとかを集めて、うん、イベントをみたいなことで、はい、えっちゃんさんがいろいろ動いて出展者さん探したり、そうなんですよね、はい、そこから始まった、そうそうそう、ね、いろんな人がね協力してくれてね、はい、最初はねすごく、うん、ハンドメイドの達人の人とかね、はい、イベントにすごくね、よく出てる方とかがお手伝いしてもくれましたね、うんうん、そこから始まったんですよね、はい、うん、でもやりながらですね、うん、この
この何のためにやってるんだろうということで、はい、お金儲けのためなのか、はい、それとも何か違うことのためなのかっていうことでね、いろいろ葛藤もあったりしながらやってきたって言ってましたよね、はい、そうですね。で今ではどんな感じで、うん、もうイベントはそうですね、何のためにやってる感じっていうのがもう分かってきました ね、うん、ねえ、はい、うん、それからは、うん、いやお金のためじゃないよっていうことで、うん、絆作りだったりチームワーク、はい、うん、それからね、みんなが成長するため、スタッフみんなが成長するためということでやってますね、はい、うん、報告連絡相談のほうれん草の練習にもなったり、はい、あとねお仕事もいろんな役割もみんな与えられてるけど、はい、一人で抱え込まないで、ちょっときつかったらきついですとか、うん、誰かできる人いますかとかね、うんうんうん、ちゃんと声を出す練習にもなったり、はい、うん、ですね、そうですね、そういうあと一人一人に役割があるっていう感じですよね。自分の苦手にトライしたり、うん、まあ、得意なことを生かしたり、うん、あとはみんなとやっていく、うんうん、勉強みたいな感じにもなる、ね、そうですよね、うんうん、はい、何でもね、はい、一人でやるのが好きな人もいるかもしれないけど、うんうん、これもでも ね、あえて人に任せる練習とかね、そう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 、とかね、うんうん、いろんなこの経験を通してこの自分たちが成長していけるということでやっていますね、はい、すごくいい体験の場になっていますね、そうそう、はい、あとね、途中2016年ぐらいにはね、はい、こんな趣旨もあるよということで、はい、こういうのがあったので紹介していいですかね、はいはい、うん、2016年の4月ぐらいには、うん、ドリームランドの趣旨は明るい未来のために、お母さんたちがいつも明るく笑顔でいられたら、はい、そしたら子どもたちもすくすく育つということ で、うん、でそのために一日一日できること、お母さんの学びの場や活動できる場をえっちゃんハウスは作っていますよ、はい、でその活動の場の一つがドリームタウンでありますよっていうことでやってましたね、はい、うん、懐かしいですよ ね、これね、はい、でもね、今にもね通じることだなと思いました、うんうんうん、はいはい、ですね、うん、こんな歴史があってね、ね、いろんな場所でやりましたよね、そうですね、一番街でもやって、そうそう、一番街にね、はい、店舗を借りて活動してた時は、うん、一番街でもやったし、うん、そう、一番街のね通りっていうか、ね、はい、一角というかね、うん、私たちが店舗を借りてた前の通りをずらーっとね、そうそうそう、お店で、うん、ブースでいっぱいにして、ねえ、すごい、フォークダンスとかもしましたよね、一番街で、やりましたね、玉入れとか、玉入れの時は自分ちょっといなかったかもしれないけど、やったのは聞いたのは覚えてますよ、うん、一番街のちょっと通りの、うん、交差点みたいにクロスしているね、うん、場所の前が私たちの店舗だったので、うん、ちょっと広い場所があったのでね、うん、みんな呼んで、通りすがりの人も呼んだり、うん、近所のお店の人も呼んだり、はいはい、本当にみんないろんな、ね、人が集まって、ね、フォークダンスをね、そうでしたね、こんなとこでなんてね、みんな楽しんでいたりとか、はい、カチャーシーしたっていうのもカチャーシーもしましたね、あったかな、あったよね、あとはね、うん、そう、玉入れも、うん、普通の玉入れじゃなくて、うん、このほら、はい、カゴを持った人が逃げる玉入れ、うん、一番街の通りをね逃げて、私持つかかるんですけど逃げて、みんながそれ追いかけながら入れるっていう ね運動会みたいになってたけどね、面白い、そういうこともこのドリームランドの ね中にやってましたね、あとね、アーケード街だったので、はい、どんな天気でもできたんですよね、そうですよ、ある時 ね嵐の日がありましたね、はい、台風でしたね、あの時ね、うん、私たち来る時は来れたんだよね、そうそう、で暴風警報もその時出てなかったし、だけどね、なんかこのアーケードの中にみんな入った途端にすごい嵐に音が鳴って、はい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 、なんか雨漏りもねありましたね、ジャボジャボってしながら、はい、一部分だけね、うん、だけどなんとかその雨漏りは避けながらみんなで ねあっちだけ別空間な感じでしたね、あんな天気だったのに、ね、お客さんもいっぱい来てくれましたね、いっぱい来てくれて、うん、お客さんもね来る時には大丈夫でしたっつって来てくれて、うんうん、また帰る頃には止んでみたいなね、すごいね、不思議な一日でしたはい、はい、そんなこともありました、はい、歴史ありますね、でその途中で ね、うん、飛び出したりとか、そうですね、うんうん、読谷でも一度やっ
で、そうだ、はい、やりましたね。でその時はドリームランドっていう名前になって、はい、その時は全部無料の、うん、でしたね。そうでしたね。初めてやったりとか、はいはい、挑戦をしたりとかねしましたね。はいはい、はい、うるま市にも行ったり、うんね、前回はうるま市のうるまシティプラザで初めて。そうなんでしょう。最近はずっとうるま市が多いですね、はい、うん、人文館で長くやって、はい、前回は1月はうるまシティプラザで初めてやらせていただきました、はい、でその次は3月は今度はブー天館っていう石川にある、はい、うるま市ですね、はい、うるま市石川にある会場でも予定しています。はい、3月はね土曜日にやるってことなので、うん、はい、ね、あのお仕事ね、うん、ある方も土曜日お休みがあればね、はい、お子様連れでもね、はい、取れますね。はい、はい、お、もう残り11分ぐらいになってますね。はい、早い早い、本当だ。はい、はい、こんな感じでドリームランドのことをちょっと、第24回を迎えるドリームランドの ね、はい、歴史を振り返ってみました。もう一度ね、はい、告知簡単にしましょうね、はい、第24回ドリームランド2月28日火曜日11時から16時、場所は一宇具志川人文館にて行われます、はい、人文館ね、うるま市の川崎というところにありますので、はい、はい、ちょっと地図でわからない方は調べてみて来てください。ドリームランドの、うん、ティーダブログのね、ドリームランドっていうブログの中に、はい、あの写真付きの道案内が、そうですね、載ってますので、はいはい、そちらもぜひ見ていただけたらと思いますね。はい、はい、駐車場もねバッチリ完備してますので、はい、いらしてください。はい、では、次は応援隊についての話題になります。えっちゃんハウス応援隊、はい、はい、ですね、応援隊はですね、はい、1ヶ月、うん、1000円を支払いいただいて、はい、ラジオなどで告知をします、はい、すね、ということで、はい、はい、このラジオもね、あの、うん、応援隊の方に支えられて放送しています。はい、ありがとうございます。はい、ですね、一人目はタケピですね。はい、タケピといえばハルピョン、うん、そうですね、よく知ってますよね。はい、なんとですね、うん、宮城県に住んでる、うん、はい、方なんですけど、うん、ね、1年前くらいかな、はい、縁あって、はい、えちゃんさんのお宅でね、はい、講座をね、あのして、うん、育児の魔法っていうね、うん、講座をしてくれたことから出会ったんですけれどもね、はい、でその後ももうね、それ以来会ってないんですけどね、うん、Facebook って便利ですね。そうですね、ね、ずっと交流していて、はい、でファンクラブ応援隊にもね、うん、入っていただいて、はい、で今あの Facebook のお部屋でね、はい、まあ、あの交流しながら、みんなとお話ししながら、うん、っていう感じで、ね、そうですね、また今年はね、来てくれたらいいななんてね、うん、お話ししています。そうですね、新聞、はい、新聞のところにちょっと名刺サイズのがありますので、はい、読んでみましょうね。はい、あ、えっちゃん、へちゃんハウス新聞っていう新聞をですね、発行してますので、はい、はい、育児の魔法みちのくクラブ、育児のための小さな魔法のファンクラブです。あ、ファンクラブができました。クラブ会員絶賛募集中です、ということが書いてあります。はい、あとは夜間クラブ、そうですね、夜間クラブも見てねということもありましたね。はい、はい、フェイスブックで夜間クラブと、すごい楽しいですよ、はい、ちょっとぜひ見てみてください。夜間をね、カバン、ショルダーバッグにしちゃったりとかしてるんです、うん、面白いですよ。そうですね、はい、はい、あとは、沖縄市社会福祉協議会の課長さん、はい、上原健二さんも応援隊のメンバーです。はい、はい、ありがとうございます、ね、社会福祉センター、いつもお世話になってます、お世話になっています、うん、あとは沖縄市開放庁コミュニティマンタ館長ヨヘナさんも、はい、いつも応援してくださって、はい、ありがとうございます。はい、開放庁にあるあのコミュニティマンタという、はい、ちょっと ね、綺麗な公民館のようなところでですね、はい、私がね、前忘年会をしたときに、ね、はい、知り合いました。そんなですね、はい、ありがとうございます。はい、では残りあと7分ぐらいになりましたが、残りの時間では、うん、じゃあ今週の予定などをちょっとご紹介しましょうね。はい、今週は月曜日、今日はですね、はい、二来の放送もやってましたし、
10時からは FM 読谷での放送もやっていました、はいはい、あと今ちょうど行われているのは、はい、えっちゃんハウスの冠講座知恵袋講座のこれは、ね、延期になりましたね。そうなんですね、予定されていたけどこれは延期になりました。はい、一歩ハウスのね、宮戸さん宅カジノ会っていうのがありますね。あ、そうですね、はい、はい、こちらもねいつも大人気で、うん、はい、そうですよね。もう何名かな、4名ぐらいの方がね参加してくれる。テーマは断捨離って言ってたと思いますけど、ね、おー、皆さんも悩む、ね、興味があるテーマですよね。ねえ、うん、そうなんですね。はい、こちらみんなでシェアしながらね、うん、そうですね、いい方法かなとかね、はい、話していきますね。そうですね、はい、はい、であとは、水曜日は、はい、水曜日ではなく木曜日、はい、の紹介しましょうね。木曜日は、うん、あ、すいません、金曜日ですね、はい、はい、今週の金曜日は、はい、書道カフェというのがあります。書道カフェは、うん、沖縄市三郷にある、はい、えっちゃんさんの自宅横の書道教室で行われる、はい、いろいろなセッションが受けられるところです。はい、はい、セッション、毎週金曜日10時半から14時半の時間にありまして、はいはい、これは外部の方からの、うん、ね、受ける、はい、参加可能ですね、さん、誰でも参加可能です、はい、カウンセリング込みでワンセッションが受けられて1000円となりますね。そうですね、1000円ですね、はい、だいたいね、1つ受けるのでも、うん、1時間以内では終わる感じですかね。そうですね、はい、はい、どんなところかなってね、うん、覗いてみたい方もちょっとね、はい、1000円で受けられますのでお手軽ですので、うん、来られたらどうかなと思います、はい、まずカウンセリングでお話聞いてから、はい、その方に合ったセッションをご紹介して、うん、はい、受けられるっていう流れになっています。そうなんですよね、はい、はい、どんな内容かと言いますと、はい、セッションの種類はゆるり硬筆っていうのがありまして、はい、硬筆、鉛筆書きの硬筆ですね、はい、一応書道カフェなのでそれにちなんでもあると思うんですけど、はい、じっくりゆっくり字を書いてみませんか、はい、1ミリ単位で教えますよ、うん、で楽しい、うん、楽しいですよということで紹介があります。はい、はい、2つ目は億万長者スピリチュアルっていう、スピリチュアルが、あ、うん、セッションがありまして、うん、はい、7人のこの母であるとも子さんのオリジナルのね、はい、セッションがあります。はい、あとは感情心理学、はい、FM2 来でおなじみのエリカさんの、先週の放送でもね、この実践カードでやってたんですよね、はい、リエさんと2人でね、はい、2種類の、はい、2種類のカードを使い自分の感情に向き合います、はい、最後の直感で引くカードがあなたへのメッセージとなります、はい、というセッションがあります、はい、次は付箋紙セラピー、ゆうこさんがやります、はい、付箋紙を使って一緒に頭の中を整理してみませんか、はい、そこから何かヒントが見つかるかもということです、うん、ちょっと時間もないので簡単に説明しますね、はい、うん、次は笑顔セラピー、さとみさんがやります、はい、もやもやする、イライラする、あなたの根元に迫ります、はい、ということです。はい、次はハルピョン、パステル習字、はい、はい、自由に絵と文字を書いていき無になる時間を過ごせますということでね、そこから自分の今を読み取ります、はい、はい、うん、読み取ります、うん、次カラーセラピー、ナオミさんのカラーセラピーは選んだ色から今のあなたの内側を知ることができますよ。私これこの先週受けたんです。受けたって言ってましたね。はい、ワクワクしました。いいですね、綺麗なカラーボトルが並んでるのを見るだけでもワクワクして、3つの色を選んで、うん、その色に関してのこのね、はい、うん、いろんな自分を知れるんですよね。そう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 、今の自分がどんな状態かなっていうのが、今の自分とか、うん、自分の本質とか、はい、これからね、理想の自分とか、はい、どんな運、うん、はい、はい、とても面白かったです。はい、はい、はい、次は書セラピーですね、はい、はい、こちらもナオミさん、はい、久々に筆を持ってみませんか、書いた文字から気づいていないあなた自身に出会えるかも、最初と最後に書いた文字に変化が
お楽しみにということで紹介があります。全部予約制なので、はい、予約のお問い合わせの、ね、はい、メール、はい、わかりました、はい、メールアドレスはローマ字でりょうだいはるとアットマークヤフー .co.jp、読みますと ryoudaiharuto@yahoo.co.jp になっています。はい、はい、ブログでえっちゃんハウス、はい、TW ブログで見てもらえると、はい、そちらにも連絡先のメールアドレスも書いてありますので、はい、ブログもぜひご覧ください。はい、はい、そろそろね、ですエンディングの時間になってますね。はい、はい、じゃあもう来週には、はい、さっきお話ししてたドリームランドもありますね。はい、みんなで一生懸命準備していこうと思います。また来週月曜日もですね、はい、放送ありますので、はい、ね、また聞いてください。はい、はい、では、また来週、はい、Keep on dreaming! バイバイ。大丈夫だよね。なんかさ、あっちは30分なのにさ、こっち29分さ。でもいいんだよね、赤だからね。うん、いいんだよね。なんかこれ分かりにくい。こっちを見た方がいいってことだよね。だからね、あれ見たのかな。あ、違う。あれのなんか、うん、赤にはなってなかった。さっき始めた時。さっき本当に危なかった。でもね、よかったね。普通に良かったね、あの人がいてね。でもだから曲途中からになっちゃったな、このオープニングがね、もう入ってたからね。でもいいんだよね、もうこれ終わったってこと。やってたはずよ。よかった。でこれどうすればいい。これはかけといていいの。まだ、あのラジカセをつければわかるのか。